日野は今日のお前なんか落ち着かねえな。俺心のどこかでずっと思ってたんだけど、結婚記念日なんかにそわそわするような大人には絶対ならないだろうって。1年前の俺と来たら登校もお風呂もご飯も一人。それは普通だぞ。普通そういうことじゃなくて、いや違う、それが普通だったんだよ。なんていうかな、もうバイトの時間か。先休んでていいぞ、不安い。じゃあバイトに行ってくる。飯ちゃんと食うんだぞ。ふわい、お土産だぞ。バイト代入ってようやく買えたんだ。最高級の育毛剤。お前泣くことないのに。お、月塚、どこだ月塚。月塚、お前がいなくなる夢を見た。でもな月塚、俺が本当に怖いのは、お前がいつか俺の前からいなくなっちまうかもっていうことより、お前が消えた時俺にはそれが分かんねえかもしれないってのが考えるとマジきつくて。何してんだよ、痛えだろ。気持ちは分かるぞ。お前の言う通りだ、ヒロは。この毛触りを知らずにどうやって生きてきたのか。金野木さんは気がついているのかな。今日で結婚してちょうど1年目だってこと。やっぱりなんだか今日はいつもと違う気がするね。桜はそろそろ目を覚ましそうだね。